やあ、どうもマリサだぜ。やっほー、霊夢だよ。どうもです、ヨウムです。デッドバイデイライトをやっていくぞ。ええー、タフタフ。デススリンガーね。久しぶりだね。ああ、久しぶりに使うからワクワクするぜ。エイムの調子はどんな感じかしらね。そこそこいけるような気がするぞ。それなら大丈夫だね。あのトーテムは見つかり次第すぐ壊されそうね。配置はランダムだから仕方ないよね。お、今のはクロちゃんじゃないか。よいしょ。こっちに来てくれてよかったわね。デススリンガーは心音が他のキラーと違うから接近に気づきにくいよね。ああ、何度ドキッとしたことか。ちゃんと周りを見ていないと危険よね。よいしょ。開始すぐに捕まえることができたのは大きいね。そうだな。あっちに足跡があるわね。これはどっちに行ったんだろう。左から右に行ったんじゃない。もしかしたら近くに二人いて一人がしゃがんでいるってことも。そんな感じじゃなさそうよ。クロちゃんが救助されたよ。お、ネアちゃんが来たぞ。これはチャンスよ。外したね。知ってたわ。こんなろ。完全に油断したわね。チャンスの時こそ気を引き締めて物にしないとね。その通りだな。今のは救助したクロちゃんかしら。この位置なら捕まえられるよ。ここだ。もう少し右だったわね。デススリンガーは発射までがとても早いけど当たり判定が結構狭いんだよね。しっかり狙っていかないといけないわね。ああ、頑張るぜ。ナイス板倒し。いい判断ね。先に倒されると結構厳しいからな。おっと、引っかかっちゃったのかしら。気が多いからね。こうらしょ。サバイバーさんたち全開で立て直すことができているわね。でも今のところ発電機が増えていないし、いい感じのペースだね。ああ、この調子で。今音がしなかったか。ネアちゃんがいるわ。呪いのトーテムが壊されたよ。サバイバーさんのオーラが見えるわね。呪術報復の効果で呪いのトーテムを浄化されると、すべてのサバイバーのオーラを10秒間見ることができるんだ。リンちゃんの霊障の木と組み合わせるとすごく良さそうね。浄化された時にサバイバーさんがどこにいるか把握することができるもんね。ああ、使いこなすことができればかなり強力だぞ。それに報復を使った呪術パーク構成のデススリンガーを使う人もいるぞ。へえ、うまく使えたら強そうね。呪いのトーテムはどうしても壊されちゃうからね。自分がサバイバーだったら見つけ次第壊したいもんな。誰かいるみたいね。クロちゃんだ。今度こそ。外しちゃったね。絶対サバイバーさんたちにこのキラーのスピアガンはしゃがんでおけば当たらないと思われているわよ。デススリンガーに申し訳ないな。右じゃない？そうか、ここから来たんだもんな。救助されたわよ。今行くぞ。そこにいるね。救助した人かしら。とりあえず攻撃しておこう。チャンスだよ。おう、任せろ。やっと当たったわね。ふっふっふ、まあこんなもんよ。他の子も救助されたわ。このクロちゃんは救助に来たもう一人の人だったのかな。救助された人がそのまま地下の人を助けに行ったのかもしれないな。今誰かがフックの近くの岩に隠れたよ。他にも誰かいそうな気がするんだよな。まずはそこにいる子から攻撃しましょうか。早い。スプリントバーストか、やるわね。そこだ。当たった。当たるようになってきたわね。ああ、少しずつ調子が上がってきたぜ。他の人はまだ来ていないみたい。さっきのクロちゃんを追いましょうか。ああ。あれ、足跡があるよ。やっぱり近くに誰かいたみたいだな。ネアちゃんよ、くらえ。あら、外しちゃったね。今のは当てたかったぜ。あら、いい救助。いいね。それならクロちゃんを狙うぞ。今度こそ当てるのよ。ああ、任せろ。しっかりね。今だ。当たった。撃ってくるのを予測して避けるサバイバーさんもいるからね。クロちゃんはまっすぐ走ってくれてよかったぜ。うんこらしょ。サバイバーさんたちどこにいるかな。この感じだとまだ近くにいそうよね。多分近くで治療した後に救助しようとしてると思うぞ。声が聞こえるよ。クロちゃんの声ね。やっぱり近くにいたか。かなりいいペースね。ああ、自分でも驚いているぜ。足跡があったよ。救助したわね。このあたりか。右に逃げているわね。あれは救助されたクロちゃんだね。すまんな。え、何が？気にしないでください。スピアガンを当てれると強い分外した時のリスクが結構大きいよね。さっきの場所で当てることができたらもっと早く捕まえることができたものね。やっちまったぜ。クロちゃんが救助されたみたい。このクロちゃんが遠くに逃げてくれたおかげね。ああ、優しい子だ。また会おうぜ。発電機が一つ増えたよ。あそこにネアちゃんが。今度こそ逃がさんぞ。
やった？初めて当たったよ。そういえばこのメアちゃんに当てることができたのは初めてね。避けているわけでもないのに、きっとメアちゃんは何かに守られているんだよ。いいことだね。当てることができたが、これは難しそうだね。使い慣れている人ならもっとうまくできたのかも。あれ、こっち側に戻ってきたよ。びっくりして戻ってきちゃったのかしら。左側に引っ張ったからそっちから来ると思ったのかも。とにかくラッキーね。どっこいしょ。みんな救助しようとしているからなかなか発電機がつかないね。二人釣られることが多かったからね。このマップで端っこに二人釣られると結構きついんだよな。修理している場所の反対側で味方さんが捕まっちゃったら急いで走らなきゃいけないからね。私は発電機を固めるのが下手だから今回は結構運がいいと思っているよ。いい感じのペースで捕まえることができているもんね。ハントレスを使っていたらこうはいかないわね。お、クロちゃん。なんというか本当にいいタイミングでサバイバーさんがいるわよね。ちらって見た時に偶然見つけることができている感じだね。ああ、右に行っていたら気づくことができなかったぜ。ここだ。すまん。何か言ってくれ。あ、どんまい、ありがとう。あはは、でもこの距離ならいけそうだよ。任せろ。捕まえることができたからよかったじゃない。まあな。また会おうね。メアちゃんの救助は間に合いそうにないね。かなり厳しいわね。なんか申し訳ないことをしたな。さあ、ゲート勝負だ。そこは譲らないのね。もちろんだ。どっちのゲートにいるかな。足跡があるよ。いるわね。ふっふっふ、私からは逃げられないぞ。反対側に行ったわね。戻ったね。やるじゃないか。また戻った。もう逃がさないぞ。って感じに捕まえたかったな。あれ？クロちゃんは用事があるんだって。そうなのね。よし、では今回はここまでだぜ。最後まで見てくれてありがとね。次回も見てくれると嬉しいです。ご視聴、ありがとうございました。